ここでね、もう一回書いてきても本当にいいぐらい。さ、2パック目なんだろう。マジで。いやー、ありがとう、HR ネトロ。シールウェハースが好きな皆さん、どうも、音ひろです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで今回の動画なんですが、こちらに今置いてあるバラ買いしてきたシールウェハースのパックを順番にね、開封していきたいと思います。左上にどれを開封しているかっていうのを記載しておきますので、皆さん好きなところだけね、見ていただければなというふうに思います。一応順番としては、最初にね、この呪術廻戦のボリュー5を開封して、次にこのウルトラマンシールウェハースのボル2第2弾で、その次にヒロアカ開封して、そして今ちょっとハマってしまってるプリティダービーグミを開封して、で最後ハンターハンターと、ちょっと鬼滅の刃は少ないんですけど、最後ね、こちらの方を開封させていただきます。皆さんも、まあ、この動画見ながら、一緒にね、なんかシールウェハース開封できたら、本当ね、非常にね、嬉しいなというふうに思います。ちょっといつもよりかね、ちょっとまったり開封できたらなというふうに思います。じゃあ早速ね、呪術廻戦のボル5から開封していきたいと思います。はい、じゃあ、呪術廻戦ね。すいません、呪術廻戦ね。呪術廻戦の第5弾。で、今回のね、第5弾は、シークレットね、この、乙骨さんなんだけど、乙骨2枚プライベートで出すことできました。あ、裏面ね、こんな感じで右下にシークレットって書いてありますね。で、特急レアがね、虎杖悠仁ちゃんしか出せなくて、これちょっとね、被っちゃったんだよね。これ1枚と、SR はね、この4種類で、マヒトがちょっと被っちゃったんだよね。はい、これがね、被っちゃった2枚で、で、ノーマルとレアがこんな感じになってます。まだレアが2種類出せてなくて、ノーマルもね、まだ2枚足りてない感じなので、それとまだ出せてない特急レアとスーパーレアを狙っていきたいんだけど、まあ、なんといっても、このね、ナンバー30のダブルレアだよね。イタドリ&五条。はい、このパッケージにあるこれだよね。いや、これをね、なんとしてでもちょっと今回出したいなというふうに思ってます。さあ、じゃあ開封していきまーす。8パックしかないからね。まず1パック目なんでしょう。3、2、1、ズズズーンと。今回のさ、レアなんだけど、番号順にコレクションしていくと、背景のね、黒い部分、黒に赤のエフェクトがついている、この背景の部分が繋がるんだよね。ここ見えるかな？ね、全部繋がってるのが見えるかと思います。これめちゃくちゃいいよね。で、まあ W はね、ちょっとこの9ポケリフィルに、まあ、入れていくっていう感じで、ちょっとね、未開封のまま取っておきたいと思います。1パック目。さあ、2パック目は何でしょう？今回ね、コンビニのファミリーマートでね、見つけて買ってきました。2パック目、2パック目、2パック目。マジか。ありがとう。これはめちゃくちゃ嬉しいね。ありがとう。出てなかったね。特急レアの、星4っていうことなんですけど、まあ特急レア、五条先生。まあちょっと推しですね。呪術廻戦だったら一番好きなの。五条先生ですね、やっぱり。いやー、かっこいい。ありがとう。今回ね、特急レア全部で3種類なんですけど、虎杖悠仁ちゃんね、2枚出てたので、あと五条先生と、まあ、ゲトウさん、ゲトウスグルをね、出せたかった。この2人を出せたかったんですけど、まずは五条先生、出すことできました。ちょっとね、シュッシュと、ここのウェハースをね、取って。よし、ありがとう。いやー、いいぞ。2分の1で持っていないものが出るっていうのはなかなかいいぞ。さあ、3パック目、3、2、1と、はい、ノーマルのノバラちゃんでした。持ってるやつ、ダブルとしては1枚目なので全然 OK。さあ、ダブルレア、来てくれ。ありがとう。もう先にありがとうと言っとこう。ありがとう、ダブルレア。おー、マジか。これは、惜しい。惜しいというか、まあ、全然惜しくはないんですけど、うん、惜しくはないんだけど、全然惜しくない。これはね、ちょっと被っちゃったね。ごめんなさい、全然惜しくないという。さあ、5パック目、3、2、1、来てく、ありがとう。嬉しい。バラでね、こうやって、持ってないところぶち抜けるとマジで嬉しいよね。ありがとう。こちらナンバー12なので、この先頭だね。よし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 。ちょっとね、この黒いマットにつけちゃうと、ウェハースのカスちゃんがね、このリフィルについちゃうので、火をつけながら。おお、よし、ありがとう。これめっちゃいいね。イタドリとスクナめっちゃいいな。さあ、これで残りあと1枚でレアはコンプリート。よしよし。さあ、ただあと3パックしかないと。ファミリーマートにもうちょっと売ってたらなと。いやいや、8パック売ってただけでありがたいと思わなければというと。おお、これは、これは、後ろが葵ちゃんの推しなのか、これは。東堂葵ちゃんの SR。これもね、持ってなかった。めちゃめちゃ嬉しい。いや、今回8パックなかなかいいんじゃないでしょうか、引き。
結構いい引きを見せてるような。スーパーレア星3の SR もナンバー20からナンバー26の全部で7種類なんだけど、これで全部で5種になったね。よし、あと2種、そしてあと2パック SR だけでもコンプリートできるのか、はたまたレアの残り1枚来るか、はたまたダブルレア来てくれるのか。おー、マジかー。ノーマルのね、もっているミワちゃんだったね。いや、ミワちゃんはマジで可愛いので全然 OK です。さあ、呪術廻戦ラストパックになります。最後に持ってないもの来てくれるのか。 3,2,1 ありがとう。おー、マジかー、嬉しい。これはなんと持ってないノーマル来てくれました。ありがとう。トゲちゃん来てくれました。トゲちゃんナンバー5だね。トゲちゃんここだね。さあ、ここにトゲちゃんインというところで、ノーマルはあと1枚だったね。さあ、ということで今回ね、ノーマルとレアはそれぞれ1枚ずつ持ってないもの出すことができて、 SR も1枚持ってないの来てくれた、特急レアもね持ってないの1枚来てくれたということで、残りはバラ買いでまだ出したい、最後はね単品買いに頼ってしまうのか、というね呪術廻戦でした。はい、では続いて割と最近発売されたウルトラマンのねシールウエハース第2弾ボル2、こちらを5パック、すいません5パックだけで、ちょっとね5パックだけ買えたのでこちら開封していきたいと思います。こちらはもう完全にね初めて買うものになるので、どれもね持ってないということになります。さあ、1パック目、まずは何が来てくれるのかと。お、はい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 、エレキングがね来てくれました。後ろ見るとレアリティは真ん中に書いてあるね、ノーマルで星1で、右下に2と書いてあるのがこれボル2ということですよね。さあ、ウルトラマンはねボル1からまあ初めてねシリーズ化されたんですけど、まあその前からね、ニコルメーションのシールとしては存在してましたよね。なんですけど、まあシリーズとしては第2弾ということで、2パック目レアル、え、おお、マジか、おお、いやー、マジか。ウルトラマンシリーズめちゃめちゃクオリティいいですよね。来てくれました UR、 こちらね後ろに書いてあると思うんですけど、ウルトラレア、ノーマルレア、スーパーレアと来てウルトラレアなんだよね。なのでシークレット除くと、まあ、最高レアのレアリティのものが来てくれました。いやー、これはねめちゃくちゃクオリティいいと思います。あとウルトラマンシリーズね、何気にバラ買いでウルトラマンだけね結構引きが良かったりするんですよね。自分これね前回第1弾のシークレットだったんだよね。ちょ、裏面ねこんな感じでシークレットと書いてあると、ナンバー5。やっぱ今回第2弾ね、右下にも書いてある通り、すべてのねシールが光り輝くメタリックというのになっていて、なんかパッケージのねこのシールウェハースもレインボーに書いてある、これレインボーでね記載してるところとかも凝ってて、いやー、すごいクオリティいいんじゃないでしょうかね。いやー、めちゃめちゃいいと思います。おー、これレアリティなんだろう。これダイナ&ガッツイーグルっていうことで、ガッツイーグルがこれか、右左上に見えるんだよね。で、これレアリティか SR だよね、スーパーレア。いやー、めちゃくちゃいいね。このホロの感じめちゃくちゃいいね。皆さん見えますかね。すいません、画面越しだとあんま見えないかもしれないですけど、レインボーに輝いてます。さあ、バラ買いでねやっぱ楽しめるね。こんだけクオリティがいいとね、ほんと楽しめますよね。4パック目、いやー、マジか。やっぱウルトラマンちょっと自分相性がいいんすかね。ウルトラマン自分相性がいいんすかね。いやー、今回 UR が金箔になってるので、金箔ホロっていう感じで、まあレインボーの感じと金の箔の感じ。めちゃくちゃいいね。ウルトラレア全部で4種類か、すいません。全部で4種類だから、そのうち2種出すことができたっていう、なかなかいい5パックだったね。ラストなんでしょう。3,2,1。お、最後はこれノーマルかな。はい、ノーマルだね。星1のノーマルのグリーザ第2形態来てくれましたー。はい、こんな感じでね、ウルトラマンも第1弾からもうすでにエンボス加工になってるのでね、ちょっと剥がれの心配は若干和らいでるなっていう感じですよね。で、この辺はね、全部ローダーにしまっていきたいなっていう風に思います。いやー、本当にね、ちょっと重ねてなんですけど、ウルトラマンクオリティ最高、素晴らしい。じゃあ続いてね、ヒロアカ行きたいと思います。さあ、じゃあ今年のね、2023年の1月に発売された僕のヒーローアカデミア、ウルトラシールウェハース第1弾、7パックということで、14パックね、買ってきたので開封していきます。ヒロアカはプライベートで開封した分は、UR1 枚とSR がね1枚出すことできました。こちらもね右下にレアリティ書いてあります。 UR と SR で、まだたったのね4パックしかちょっと変えてないんですけど、あとはねレア2枚出すことができたっていう4パックでした。なのでね、さすがにこの14パックであんまり被るっていうことはねないなというふうに思ってます。すいません。で、一応ちょっとラインナップなんだけど、まあノーマルレア、スーパーレアときて、ウルトラレアの後にこのプルウルトラレアっていうのがあるんだよね。これが一応シークレット除くと最高レアリティになって、シークレットもね、2種類あるので、まあ、シークレット出せたら嬉しいなというふうに思ってます。まあ、シークレット出せたら嬉しいなというふうに思ってます。まあ、シークレット出せたら嬉しいなというふうに思ってます。さあ、1パック目は何でしょう。あー、
ジか。これね、1パック目っていうか、まあ本当にバラで買ってきたので、これ自分のさじ加減の1パック目なんですけど、シークレット、来てくれました。どれだけピンチでも最後は絶対勝つんだよなということで、さあシークレットもう一種出すことができるのか。いきます、2パック目、ズン。おー、ちょっとね、さっき気になったんだけど、ここは折れちゃってるんだよね、さっきから。いやー、ちょっとあれだな。ちょっと残念だね。はい、ノーマル。これ、足戸美奈ちゃんと。はいはい。で、ヒロアカも、やっぱよく見るとね、これ、ジェネボス加工になってますね。なので、あんまりね、剥がれっていうのもそんなに気にしなくて大丈夫かな、というふうに思います。さあ、3パック目、どうでしょうか。おー、これはレアだね。トゥークイスト。なるほど。なんだろう。このね、ちょっと呪術回戦も、最初はね、コンテンツとかわからなくて、シールきっかけで好きになったんですよね。これ、ナナシさんっていう方からシールをいただいた、プレゼントいただいたっていうことがきっかけで、好きになったんですけど、なんかヒロアカもね、ほんとそんな感じがするね。これまず今、一旦シールでちょっと開封して、おー、なんだこのキャラとか、おー、このシークレットめちゃめちゃいいな、みたいになって、そっからコンテンツでね、ちょっとハマるっていう。おー、なんだろう、これも。おー、なんか、引き込まれるな、これ。今回ガチャガチャしてなくて、今名前がね、ちょっと書いてあって、右下にあるのはこれマークなのかな？なんだろう。ちょっとすいませんね、わかる方にとっちゃ、お前そんなこともわかんないのかっていう話だと思うんですけど、右下にちょっとこうマークが書いてあって、あと名前が書いてある。まあ、ドラゴンボールでいうところのパワーが右下に書いてあるみたいな感じですよね。で、シンプルで、すごくいいなというふうに思います。この辺のね、パッケージにあるイラストが来てくれると嬉しいんだけど、どうでしょう？ 5 枚目は何でしょうか？あー、ちょっとまさかのね、持ってるやつと被ってしまうっていう。いやー、どんまい、しょうがない。ちょっと今これ金曜日のね、深夜今、1時半なんですけど、楽しいね、やっぱ開封は。あー、ほんと楽しい。あー、被っちゃった。こっちか。マジかー。被っちゃった。まあでも被ってもね、やっぱ開封楽しいね。ただまあね、本当によく動画でも言ってるんですけど、開封が楽しいし、まあこの後ね、こうファイリングしたりコレクションする時間っていうのが、まあ、すごい楽しいっすよね。ズン。おー、マジか。ちょっと待ってくれ。ウルトラレア来てくれたんだけど、ウルトラレア全部で、ナンバー1からナンバー5まで5種類かな、あるんだけど、被ってしまった。トドロキちゃん被っちゃった。いやー、マジか。ウルトラマンとはもう全く違う。全然良くないね。いやー、ちょっとウルトラマン引きずるな。マジで良かったな。さあ、これ8パック目かな。3、2、1、ズーン。お、ありがとう。もうもはやね、持ってないの。ダブらなければいい。持ってないのが来てくれればいい。雷電気ちゃん来てくれました。ナンバー22のノーマルでした。はい、こんな感じです。ヒロアカもね、おそらくこれからね、第2弾、第3弾と続くと思います。ボル2、ボル3とね、ボル4とどんどん続くと思うんですけど、リフォルメーションいろんなシリーズどんどん出てくるね。ね、ジョジョと、それからまあ、ナルト、2023年今年出てくるんだよね。いやあー、ついね。ノーマルの青山優雅ちゃん来てくれました。さあ、10パック目。コレアリティ来てくれるかな？ 3、2、1、コレアリティ。お、これか。最初にイラストがね、公開された時に、何枚かね、公開されたうちの1枚だったと思います。プレゼントマイクっていうんだろう。おー、これレアだね。いやー、いいね。はい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 。なんか好きです。こういうの好きです。残り4パック。来てくれー。何が来てくれるかな？さあ、11パック目。おーマジか。これめっちゃいいね。こんな感じなんだ。マジか。プルウルトラレア。PUR ということになってるんですけど。いやーなんかこのクオリティね、箔の感じとか、もう一目瞭然だと思います。違いが。めちゃくちゃいいね。いやもうほんとこれぞね、ディフォルメの高レアリティシールっていう感じのデザインですね。さあいい感じで続いてくれるのか。お、これはノーマルかな？はい、ノーマルの飯田天也ちゃん来てくれました。さあ13パック。あ、これやりてきてくれるが、3、2、1、ズン。はい、これもね、レアでした。ありがとう。レア来てくれた。さあ、ラストパック。結構いい感じに来てるのかな、後半は。いきます。3、2、1、最後は、なんでしょう。最後、かぶっちゃってね。最後もね、ちょっと持ってるレアでした。はい、という感じでね、まあ、今回こんな感じになりました。よかった。マジでよかった。1枚来てくれて。シークレットもね、来てくれてよかった。個人的にはシークレットよりも PUR の方が全然好きですかね。はい。で、一応ね、リフィルに入れると、まあ、こんな感じになりますと。さあ、じゃあ続いてね、ちょっとプリティダービー組の第3弾、ボル3。で、今回ちょっとすいません、7パックだけちょっと開封するんですけど、この間ね、ちょっと秋葉原に行ってきまして、もうね、このグミの賞味期限がね、ちょっと切れちゃうということで、これも4月かな。はい。これちょっと別のお店で買ってきたんですけど、これもま、4月ということで、秋葉原の松木屋だったかな。そこでね、1個50円っていう破格の値段で売ってて、ちょっとね、そちらは、ま、YouTube に上げずにね、こんな感じで開封したんだけど、まあ
ちょっと楽しくて開封が、あと残りね、まだあとね、ちょっとでコンプリートできるっていうことで、ちょっとまた別でね、買ってきました。まあ、これはちょっと普通に定価で買ってきちゃったんですけど、皆さんももしよかったらね、まだ安くなってるところあると思います。一応、プリティダービーグミって、ウェハースと違ってね、手が汚れないということで、全24種、うちレア7種ということで、レアリティはね、2種類だけになってます。いやー、皆さんどうすかね、これちょっとハマっちゃいませんかね。ドラゴンボールの最強のヒーローの時のレインボー箔ですよね、まさにこれ。ちょっとこれ集めたいなと思ってね、今回バレで買っちゃいました。今回の7パックでコンプリートできたら最高だなというふうに思うんですけど、ちょっとまずね、すいません、これウェハースじゃなくてグミなんですけど、ね、こんな感じなんですよ。そう、ちょっと可愛い感じだった。美味しい感じです。やっぱノーマルシールはね、繋がんないんですけど、このレアは、ちょっと見にくいんですけど、一応こう、ナンバー順に並べると繋がってるんですよね。皆さん誰が一番好きですかね？僕はね、名称ドトーが一番好きです。後ろのコメントとか可愛すぎるね。で、ここでね、ちょっとシール切らないように気をつけて、ここで切っていただければと思います。はい、ということで、じゃあ1パック目、何が出るか、ここでレインボーだと嬉しいんだけど、おー、これはノーマルだね。はい、おマジで、ちょっと待ってね。これめちゃくちゃ嬉しいな。ナンバー、ナンバー3だね。ナンバー3なので、来ましたー、来ましたー、ありがとう。ズズ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 ズーン。おー、ありがとう。マジか。結構な確率だったと思います。ナンバー3。打ち抜くことできました。ナンバー1と、ナンバー14と18だね。1と14と18が来てくれるとコンプリート。1、14、18。来てくれるか。さあ、まあ、被ってもいいんだけどね。被ってもいいんだけど、何が来てくれるのか。おお、待って、この耳は、この耳もしかして 18？ あれ待ってね、18？ まさかの奇跡の18。あー、じゃあ19か。ざー、19か。あ、そっか。だからごめんなさい。ちょっとなんか見たことあるなと思ったのか。あー、マジか。はい。で、ちょっと一応皆さんにちょっとこれね、お伝えしたかったんですけど、これもね、最強のヒーローの時と同じように、多分レインボーだから、色違いがあるんだよね。いやー、でもいいぞ。いいぞいいぞ、レア出せてるぞ。さあ、3パック目、ナンバー1じゃないよね、まさか。おー、ナンバー9だね。ごめんね、ちょっとね、よく、ウマ娘ね、全然すいません、分かってないので、キャラとかもね、性格、そして、まあ、強さとかね、速さとかもあると思うんですけど、皆さんの推しは誰でしょうか。僕は、メイショウドトウ。あー、ナンバー10か。はいはい、ナンバー10の。あー、惜しいね。10と1。惜しい惜しい。さあ、あと3パックなので、ここで被らずに出すことできたらコンプリートなんだけど、もうここでちょっとコンプリートの夢がね、ここで途切れるかどうか。と、多分。いきます。3、2、1、ズズ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 ズ。これは、マジか。ナンバー3、今回2枚あったのか。なあ、どんまい。これでコンプリートは無理だね。さあ、一歩でも何か持ってないやつ、来て、これ持ってないやつ？ナンバー、うおー、ナンバー24か。マジか、レア出せたんだ、レアね、レア出せたんだけど、持ってたやつだった。しょうがない、しょうがない。来てくれるか。ナンバー1、ナンバー8、ナンバー1、ナンバー14、ナンバー18。なんだろう。え？待って、これもごめん、ちょっとわかんない。思ったっけ？なんだっけ？ 23 か。ごめん、全然わかんなくて。全然ナンバー23だった。てかね、レア3。来てくれたけどね、18は来てくれなかったね。ということで、ここからは、まあ、変わらずということでしたね。ちょっと下の方にね、ダブったやつ今入れてるので、はい、こんな感じでね、ダブり入れました。さらにね、被っちゃったやつは裏面もちょっと使いながらという感じで、ウマ娘はね、未開封で取っておけないっていうところがもう諦めがね、つきますね。最後、ハンターハンターと鬼滅の刃行きましょう。はい。で、ハンターハンターは、まだね、ハンターレア2枚と、ね、この SR2 枚しかちょっと出せてなくて、HR のハンターレアがこんな感じで、いやー、このメルエムめちゃくちゃいいっすよね。はい。で、SR こんな感じで、これちょっと遊戯王のプリズムっぽい感じで、ホログラムの感じがね、いい感じですよね。僕は個人的にすごい気に入ってます。はい。で、ノーマルとレアも、まだね、こんだけしかちょっと集まってなくて、レアがね、この2枚、ノーマルがまだこの4枚しか出せてないので、今回被らずにシール集まってくれたら嬉しいなというふうに思ってます。でちなみにね、最新弾の第3弾の方はね、無事レアとノーマルもね、コンプリートすることができて、でちょっとキルアの SR がめちゃくちゃ被っちゃったね。今回ゲンスルーとレイザーも結構被っちゃったりしたんですけど、ね、そうちょっと被りね、こんな感じでキューポケに入れてるような感じで、まあ何枚あっても嬉しいなっていう感じですね。まあハンターハンター本当に大好きなんで、もう本当もう何枚被っても嬉しいっていう感じです。皆さんね、台座の当たりは出ましたかね。僕はね、本当に
個だけ出すことができました。ということでコールアリティ第3弾なんですけど、シークレットね2枚こっち被っちゃって、もう1個のゴンの方がちょっと出せてなくて、それ以外はね一応全部出せたような感じになっていて、まあよかったらね開封の動画とか、ちょっとしたねコレクションの動画とか、前回だったかな別で出してるので、まあよかったらねそちらご覧いただければというふうに思います。ではでは行きましょう。今回5パックの10パック勝負となってます。いやー楽しみ。このねパックのイラストがまずめちゃくちゃいいっすよね。いやーキメラアント編一番好きっすね。キメラアント編何回泣いたかわかんないっすね。ということで1パック目いきましょう。全部でちょっとラインナップすいません、一応すいませんラインナップだけ紹介させてください。ノーマルレア、スーパーレア、ハンターレア、ダブルハンターレア、ダブルハンターレア、暗闇で光る、あのシールウェハースでよくある暗闇で光る仕様になってるという感じになってます。全30種。さあ一応ね画像止めたい方ここでちょっとチェックしていただいて、いやありがとう。マジでバンダイさん本当にハンターハンターから出してくれてありがとう。マジかー、ありがとう。1パック目からずんと SR ね、持ってない SR カイト来てくれました。ありがとう。いやー嬉しい。ちょっと見ていきましょう。おー、はい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 。いやー、あークレイジースロット2番大釜来ましたね。いやーありがとう。マジでありがとう。むちゃくちゃいい。いやー、マジでむちゃくちゃいいわ。いやー、ありがとう。ここでね、もう一回書いてきても本当にいいぐらい。さ、2パック目なんだろう。マジで。いやー、ありがとう。HR ネトロ。来てくれました。ハンターレアのネトロ。これね、皆さんちょっとこれを見せたかった。ズー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 。とね、このシールハウスでね、よくある、つながるシリーズになってます。いやいやー、熱っ。やばいね、マジで。なんだこれ。素晴らしい。ありがとう。メルエムの方は普通にメルエムで、こっちは百式観音書いたのかな、左側に。バラで、めちゃくちゃ幸先いいね。ボックス買いじゃないんでね、すいません。排出にね、かなりムラがあると思うんですけど、さあ、何が来るか3パック目。いやー、マジでキルアのレア。おお。第3弾もなんですけど、レアのね、この金縁、このね、金の枠っていうか、金の縁もいいですよね。はい、こんな感じになってます。いい感じのエンボス。おそらくね、この動画出す頃はもう4月のね、入学式、入社式シーズンっていうのね、終えてると思うんですけど、新社会人の皆さん、それからね、新しく学校通りね、入学された方、おめでとうございます。おお。マジか。かっこよすぎるな、これ。モントゥトゥピー来てくれました。直属護衛団の中の一人。さあ、あとはね、ピトーが来てくれれば、並べられる。残りほぼほぼあれかな、レアかノーマルになっちゃうのかな。行きましょう。これ同じお店で、ね、同じお店で買いました。これはね、ちょっと被っちゃった。ごめんなさい、未開封のままにしておきます。被っちゃったね。さあ、今度はね、こっちのゴンの表紙の方。残り5パックか。行きましょう。なんだろう。おー、あと、ウェルフィン来てくれました。ウェルフィンのノーマルのナンバー13。いやー、嬉しいね。持ってないの来てくれると。残り4パックか、ほんと。あー、何が来てくれるのか。惜しい。キトー来てくれたんだけど、こっちだったね。キトーはね、SR で来てくれたら今激アツだったんだけど、これもね、持ってるやつだったね。被っちゃった。さあ、3パック。さあ、3パック。何が来てくれるか。行きましょう。3、2、1、ズズズン。お、マジか。カイトのね、レアも来てくれたね。はい、こんな感じです。いやー、嬉しい。さあ、残り2パック。何が来てくれるか。とにかく持ってないものなら、何でもいい。コーレアリティなら、なお嬉しいよ。マジか。いやー、このパック中にちょっと被っちゃうっていうのはちょっと痛かったね。あと、これがね、ピトーだったらどんだけ嬉しかったか。ユピー、ユピー、2枚目。ありがとう。さあ、ラストになりました。本当にね、今回もね、まだ終わりじゃないんですけど、ご視聴いただき、本当にね、ありがとうございます。ラストパック。暗闇で光るやつ。今ね、部屋真っ暗にしたんですけど、うん、ちゃんと光ってる。すごいね、めちゃくちゃちゃんと光ってます。ちょっと電気つけますね。おお、どっちもいいね。どっちもいい、めちゃくちゃいいぞこれ。ありがとう。ダブルハンターレア1枚目。じゃじゃんけん。いやー、マジか。これは嬉しい。
マジ、今回最高でした。いや、最高だった。ウルトラマンも良かった。今回一番良かったのはハンターハンターだね。ちょっとヒロアカだと、ま、ちょっとこの辺被っちゃったからね、被り多かったんですけど、今回ハンターハンター、めちゃくちゃ良かった。ありがとう。で、最後すいません。ちょっと呪術回戦だけ、ちょっとね、別の動画で、その鉢をね、開けてるので、よかったらそちらご覧いただければと思いますよ。で、2パックだけちょっと、またファミリーマートで売ってたので、ちょっと買っちゃいました。いきます。3、2、1、ズン。おー、ありがとう。まだまだ全然揃ってないんですよね、星2が。さあ、じゃあ、鬼滅の刃の2パック目は、こんな感じと、はい、こんな感じの2枚でした。はい、ということでね、今回ね、こんな感じになりました。で、ちょっとね、去年の8月なんですけど、まあ、こういったね、ちょっとコメントをいただきまして、ちょっとね、ツイッターの DM でこういうことをね、おっしゃっていただいて、本当にね、ありがとうございます。もしね、受験とかで、失敗された方とかね、なんかね、今、資格のためにね、勉強頑張ってる方とかっていうのもね、勉強ね、頑張ってる方とかも多いと思うんですけど、まあ、そういった方もね、まあ、少しでもちょっと気晴らしというか、ちょっとリフレッシュがてらね、こういった動画が、ためになればというふうにね、思います。なのでね、まあ、本当にご視聴してくださってるね、本当に皆さん、体調にね、気をつけて、これからも、ね、過ごしていただければなというふうに思います。ということで、また次回のね、動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。